アートデイビーはアメリカ合衆国の実業家、総合格闘技団体 UFC の元共同創立者、K1USA の元副社長、元広告業の起業家、ニューヨークシューブルクリンク出身、元々は南カリフォルニアの広告業界の起業家だった。1993年共同創立者の一人として総合格闘技団体 UFC を創立。 1998年、K1 のアメリカ支部 K1USA の副社長に就任。日本の K1 をペーパービュー放送で北米に輸入することに成功する。2003年、マンダレースポーツエンターテイメントのエグゼクティブプロデューサーに就任。2006年、パラダイムエンターテインメントグループのテレビ部門の副社長に就任。2014年7月、 UFC 創立までを書いた本、Is This l e g a l The Inside Story of the First, UFC From the Man Who Created It を出版。2018年7月5日、UFC 電動の功労者部門で電動入り。デイビーが考案した、キックボクシングとアームレスリングを組み合わせた、ハイブリッドスポーツ。ありがとうございます。